衝撃、なぜ安い、ブラジル産鶏肉の謎、今すぐ確認。スーパーマーケットの精肉コーナーには必ず置いてあるブラジル産の鶏肉、胸肉やもも肉などは非常に安価です。 100g が50円以下で販売されていることもありますよね。どうしてそんなに安いのでしょうか。真っ当な理由から危険すぎる理由までいくつか説はあるようですが、早速シェアしていきたいと思います。極端に安い普通の理由。まずは一般的に言われている安い理由についてシェアしていきたいと思います。 1. とにかく土地が安い。ブラジルは世界で5番目の国土を持つ非常に大きな国です。とにかく土地の値段が安いので、スケールメリットを生かした大規模畜産が可能です。国土の狭い日本では当然こうした手法は不可能ですよね。 2. 鳥インフルエンザ発生リスクが低い。ブラジルよりも国土が広い国の一つに中国があります。中国も鶏肉の生産国ではありますが、2003年頃からの鳥インフルエンザ禍で輸入が滞ることもありました。こうした疫病が発生しにくい良好な飼育環境もブラジル産鶏肉の生産コストを下げていると考えられます。 3. とにかく人件費が安い。ブラジルより国土の大きな鶏肉生産国として、もう一つ忘れてはいけないのがアメリカ合衆国ですよね。ただアメリカは世界の先進国です。国民の所得も当然のことながら高い国です。ブラジルは人件費も安いので、これらの国の鶏肉より安く輸出できるのです。極端に安い、やばい理由。最初に断っておきたいのですが、誇張やデマもあるかもしれません。しかし、まことしやかに言われている理由です。1. ホルモン剤で無理に成長させている。ブラジル産鶏肉は成長ホルモン剤を飼料に混ぜることで無理やり成長を早めているので、本来通常出荷までに150日ほどかかるところ、50日足らずで出荷している。その結果として、非常に安価になるという噂です。確かに早く育てられれば大量生産ができますし、1羽あたりにかかる飼料や人件費のコストなども抑えられますよね。とはいえ、ブラジル政府は鶏肉に成長ホルモンの入った飼料を与えることを禁止しています。デマであることを願いたいものです。 2. 過密空間で大量に鶏を育てている。鶏たちの心身の健康などは一切度外視して、過密空間で大量飼育しているため価格が安くなるという噂です。とはいえ、ワールドアニマルプロテクションという動物保護団体がリリースする畜産動物の福祉の格付け調査においては、ブラジルは B 判定、一方で日本はそれよりも2段階を取る D 判定だったといいます。全ての鶏舎を調査したわけではないと思いますが、飼育密度についてもブラジルの鶏舎の平均は 28.5kg だったのに対し、日本は 45.68kg と日本の鶏舎の方が飼育密度が高かったといいます。実際のところはどうなんでしょうかね。 3. 抗生物質で死亡率を減らしている。ホルモン剤だけでなく、抗生物質を飼料に混ぜることで鶏の死亡リスクを減らし、無駄を減らしているといいます。過去に数件、残留基準を上回る量の抗生物質が検出されたことも実際にあるということです。平成16年11月、同17年の7月、東京検疫所にて検出しました。ただし、これらは全量廃棄や保管の措置が取られたそうです。いかがでしたでしょうか。確かにブラジル産の鶏肉は安さが非常に目立ちますよね。
何事もそうですが、結果には必ず理由があります。国の安全基準はクリアしているはずですが、あなた自身で毎日の食事に取り入れる食品は選択するようにしましょう。